はい、こんにちは。今日は 3.2 ミリの板を使って T の 1F 鉄のティグ溶接での平板の基本級の試験と同じ溶接をしていきたいと思います。で、貝先の角度は試験と同じだいたい30度ぐらい取って溶接をしていきます。で、必ず黒皮は除去してください。で、裏も表も掃除をするようにしてください。で、ルート面がだいたい 0.5 ミリぐらい取った状態で溶接をしています。このルート面が少なすぎると裏波が出すぎてしまいますので、 0.5 ミリから1ミリぐらいは取るようにしてください。で、ルート間隔の方が今回板は 3.2 ミリと薄いので 2.4 ミリの隙間で溶接をしていきたいと思います。まず仮付けをしていきたいと思います。仮付けの電流は90アンペアで棒は 2.4 ミリを使用しています。で、詳しい仮付けの動画はこちらの動画を参考にしてみてください。で、このように2点仮付けを終えたら次は1層目の溶接になります。で、このように仮付けをすれば裏波もしっかりと仮付けでも出ていますので、あとはきれいにつなげれば安定した裏波が出ますので問題ないと思います。で、タングステンの長さはだいたい5ミリぐらい出した状態で、ノズルは7番を使用していきます。で、1層目の手の動きなんですが、浮かしてストリンガー方法で溶接をしてもいいのですが、僕は安定させやすいのでこのように小さくローリングをしながら進行していきます。で、電流が90アンペアなんですけど、これを100や110アンペアまでしてしまいますと板厚が薄いのでとても滑りやすくなってしまいます。なので電流90アンペアぐらいが個人的にはやりやすいかなと思います。で、棒の送り方なんですが、棒は 2.4 ミリの隙間に対して 2.4 ミリの棒を使用しますので、このように隙間には入りません。ですが、このように貝先の上に置いてつけたままの状態で下向き溶接なので綺麗に裏波が出てくれます。なので棒が途切れないようにだけしながら、棒を常にプールにくっつけた状態を維持して溶接をしてもらうと自動的に裏波は綺麗に出てくれます。この時に電流が70とかで低い電流で棒をつけたままで溶接をしてしまいますと裏波の出がとても少なくなったりしますので、まあ、90ぐらいは最低でも電流を設定しておいて溶接をしてみてください。ここで隙間に収まる2ミリ棒などを使ってしまうと棒を送らないといけなかったりして、ちょっと難易度が上がってしまうんですが、 2.4 ミリに対して 2.4 ミリでこのように棒をつけたままの状態なだけでも下向き溶接なら綺麗に裏波が出ますので、この方法が簡単かなと思います。で、必ず隙間の方は狭い方からスタートするようにしてください。なぜかと言いますと、溶接をしていくと熱の影響を受けやすいので、すぐに一番反対の端側が隙間が縮んでしまい裏波がとても出にくくなってしまいますので、どちらか狭い方があるならば狭い方のルート間隔の方から溶接を始めるようにしてください。狭い方を後回しにしてしまいますと狭い方がもっと狭くなってしまって裏波がとても出にくくなってしまいます。それでは1層目の溶接をしていきたいと思います。電流は仮付けの時と同じ90アンペアで棒は 2.4 ミリを使用していきます。まず一番端の部分はトーチを母材に当てることができないので、このように浮かして小さくウィービングをしながら貝先の隙間を埋めるようにしてください。トーチが母材につけれるようになったら、このように小さくローリングをしながら進行していきます。この時にもう棒は途切れないようにくっつけているだけですので、右手のトーチ側の方の手の動きの方に集中しながら溶接をするようにしてください。とても滑りやすいのですが、少し滑りながらでも溶接自体は別に問題なく進めますので、確実に丁寧に溶接をするようにしていってください。この時にあまり細かく進行しすぎますととても熱が溜まりますので滑りやすくなってしまいますので、このぐらいの粗さを維持しながら溶接するようにしてもらえばいいかなと思います。で、仮付けまで到達しましたら少し手前で棒を抜き、ちょんちょんと棒を垂らしながらつなぐようにしてください。つなぎ方は
他の鉄のパイプを溶接している動画などで解説していますので、そちらを参考にしてみてください。でこれが1層目を終えたビード外観です。このように 2.4 ミリの隙間で 2.4 ミリの棒をつけたままにしていてもある程度ヨモリは出てくれます。でこの1層目のビードの真ん中に筋みたいな線が入っているのがわかると思いますが、この線が入っていれば裏波が出ている証拠です。なのでこの線が入っていれば裏は確認する必要はないと思います。でこれが1層目の裏波の状態です。棒をつけたままでもこのようにある程度しっかり裏波も出ていますので、この裏波が出せれば試験には問題なく通ります。仮付けの部分はちょっと裏波が出やすくなってしまいますが、このように少し裏波が出ていても試験にはこの板の端っこはカットしますので特に関係はありません。時間があると思いますので、このようにワイヤーブラシで磨いてあげた方が2層目の溶接がしやすいので、時間がある方は磨くようにしましょう。で2層目の手の動きなんですが、このようにステンレスの TNF、 この動画で紹介したような感じで2層目をローリングしながら進行してもらえばいいと思います。で2層目も1層目同様、端の部分はトーチを板に固定することができないので、このように浮かした状態で僕はウィービングをしながら溶接をしています。で 20mm ぐらい溶接をしてもらえばトーチが母材に当てれると思いますので、 20mm ぐらい進行したらそこからはローリングをするようにしています。それでは今からローリングをしていきます。今回電流を低めに設定していますので、あまり早く進行することができなかったのですが、ここで無理をして電流を上げすぎてしまうととても滑りやすくなってしまいますので、確実に行きたい方などはこの今僕がやっているぐらいの電流を参考にしてもらえばいいと思います。普段の仕事ではないですので、試験を確実に通らないといけないので、ある程度丁寧にできる電流を設定して溶接をするようにした方が確実だと思います。それと材質が鉄の板などを溶接しているとよく滑ってしまうという意見が多いのですが、滑ってしまう原因としましてはトーチを寝かせすぎているということと、あまり遅く溶接をしてしまったり細かく溶接をしてしまいますと鉄の場合はとても表面が滑りやすくなってしまいますので、なるべく粗くいったり早く溶接をするようにするということと、トーチの角度を立ててもらえばあんまり滑らなくなりますので、トーチの角度を立てたりするのもいいと思います。それと他で言いますと、トーチの方の手にとても力を入れていて力みすぎている場合でも前に転がそうとして前に滑りやすくなってしまいますので、8の字を描いて進むだけというイメージでローリングをしてもらえばいいと思います。前に転がさないといけないってイメージをしながらローリングをしますと、どうしても力みすぎてしまい前に滑ってしまうことが多くなってしまいますので、8の字で進ませるというのをイメージして溶接をしてください。でステンレスの TNF 同様、1層目の溶接の幅を両端1ミリぐらい越すようなイメージで2層目の幅を出しながら溶接をしてもらえば十分かなと思います。で1層目では棒をつけたままでしたが、それだけでも十分ヨモリが出てくれますので、2層目も棒が途切れないようにしているだけの状態を維持して溶接をしています。ここで2層目で棒をグイグイと送る必要はないと思います。つけたままでもこのようにしっかり高さが出ますので、このような状態で溶接をしてもらうのが一番楽かなと思いますので、よければ参考にしてみてください。これで2層目の溶接が終わりました。はい、これが2層目を終えたビード外観です。このようにあまり細かすぎず遅すぎずのスピードを維持しながら溶接をしましたので、滑ることもなく溶接が無事終わりました。このように1層目の幅をしっかり越せていれば溶接試験には問題なく通ります。でここに少し小さくアンダーカットが入っていましたが、少し黒皮が残っていたりしますとあのようにアンダーカットが入ってしまったりしますので、しっかりと黒皮の除去はしてください。ちなみに先ほどぐらいのアンダーカットですと試験の方には問題なく通りますので、もし入ってしまった場合でも特に気にする必要はないと思います。
で2層目の手の動きなんですが、このようにローリングをしながら進行していきました。ローリングが苦手な方は今の映像のように浮かしてこのようにウィービングをしながら進行してもらっても全然綺麗に溶接はできると思いますので、しっかり練習をしても滑ってしまう方、それとローリングがまだ苦手な方などはこのように浮かしてウィービングをするのが一番確実だと思いますので、こちらの方法を試してみてください。まだローリングに慣れていなく滑ってしまうのに無理してローリングをする必要は全くないので、滑ってしまう方はウィービングを使用してください。それでは今日の溶接動画を終わりたいと思います。質問などありましたら気軽にコメント欄の方にお願いします。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。